お、はい、厳選キャラ、あー、優勝優勝、ちゃんと強いキャラっすね。うん、グリフかっこいい。グリフはこういう格好のイメージないか、なんか新鮮ですね。総称の儀でいいのかな、間違ってたらごめんなさい。採点、うっ、うわ、欲しいけどこの間水着やっちゃったかな性欲に負けてしまった。うわノエルでゴリ押ししてくるのやめろ。いいですね。いや、ノエルやっぱいいっすよね。造形が完成されすぎてる。軍の正体で指揮を取る隊長のお話。どういう感じなんですかね。何を受け継ぐか。か。行ってみましょう。光だから闇属性、ああちょうど闇だな。じゃあいいんじゃねえかな、これで。可憐な花が見守る庭で向き合う姉妹。長い勃拳を構える少女に対し、姉は鞘に入ったナイフを持つだけ。明らかに少女に有利な状況は二人の年齢差と軍人である姉との力量の差を補うものでした。行くぞ。そう言って勇んで勃拳を振り上げる少女。姉はそんな彼女を細めた目で見つめ、低い姿勢で地面を蹴ります。瞬く間に迫る姉に驚いた少女は必死で剣を振って身を守ろうとしますが、その剣心はいとも簡単に払われてしまいます。がら空きになった少女の胸元を姉のナイフが狙いました。少女は紙一重で飛び去り月を放ちますが、姉は軽やかな動作で切っ先をかわします。そして次の瞬間、跳ね上げられた少女の勃拳が天高く舞いました。少女は思わず尻餅をつきます。長い勃拳と鞘に収まったナイフ、扱う武器の大きさに差があれば少しは姉に歯が立つような気がしていましたけれど、少女はあっけなく姉に敗北してしまったのです。追いつけず振り回されてばかりの稽古。それでも少女にとっては魅力的なものでした。姉のようになりたい、軍で華々しく戦いたいのです。尻餅をつく少女へ、姉はお日様のように笑って手を伸ばします。しかし少女の視線は伸ばされた手とは反対の手に握られた姉のナイフを見つめていました。そして少女はそれが欲しいとねだります。彼女にはそのナイフが勲章のようであり、また勝利の秘訣のように見えたのです。姉は思わず吹き出し優しく塚をなぞります。これは仲間を守るためにある、簡単には譲れないな。照れたような誇るような表情。そんな姉と過ごした眩しい日々はいつまでも少女の中に焼き付いています。それからしばらく経ってナイフは少女のものとなりました。名誉ある戦死を遂げた姉の代わりに。姉の死後から数年、いつか稽古をつけてくれた庭で少女は遺品のナイフを見つめます。
胸に開いた大きな穴を一人で癒すことは不可能でしたけれども、久しぶり、姉と同じ舞台にいた青年が朗らかな笑みを浮かべて訪ねてきました。思わず顔を輝かせ駆け寄る少女、姉の死後何かと気にかけてくれる青年を彼女は兄のように慕っていたのです。なるほど、グリフどこで絡んでくるんだろうと思ったけど、仲間だったんですね。戦地で軍人の姉を失った少女、そんな彼女の支えになってくれたのは姉の同僚であった青年でした。家を訪ねてきてくれた彼を少女は紅茶でもてなします。話すのはいつも姉のことばかり。明るく面倒見がよく舞台でも活躍していたと聞くたびに少女の憧れは募りました。同時に理不尽な死だったという思いも。そして少女はこの日胸に秘めた炎を青年に打ち明けることにしました。兄のように慕う彼ならばきっと理解してくれるだろうと。軍に入って姉さんの仇を討つよ。しかし青年の顔はこわばります。きっと彼は反対するのだと少女は思いましたけれど、何があってもこの決意は揺るがない、そう訴えるはずが、続く言葉は思いもよらぬものでした。お姉さんは僕のせいで死んだんだ。作戦中に独断行動をしたせいで僕が彼女を殺したようなものだ。遺族のために何かしたいと尋ねていたこと、明るく素直な少女を傷つけたくなくて話すべき機会を逃してしまったこと、独善的とさえ思える言葉を彼はまっすぐに語りました。そんなこと少女はすぐに受け入れられるわけがありません。殴られたような衝撃はいつまでも残り、頭の中をこだまします。思わず少女は席を立ちました。こぼれた紅茶が困惑の表情を映し出し、瞬く間に冷めていきます。向かいに座る青年に一別も与えず、彼女は帰ってと告げました。鍛錬用の器具やデクが並ぶ薄闇の部屋、姉のような軍人になるために、そして仇を討つために作られた自室がガラン堂の心を迎えます。まさか姉を死に追いやった相手から思い出話を聞いていたなんて。ふつふつと湧き上がる怒り、ギラついたナイフが憎悪に歪む顔を映します。なぜ姉は死なねばならなかったのか、全ての責任は彼にあるのではないか。血の滲むような鍛錬を助けた器具やデクを前にしても遺品のナイフは答えません。語らぬ刃を少女はデクに突き立てました。何度も何度も言えることのない憎しみをナイフに託し、誰かの死を望むように。うわー、そういうことか。まあでも包み隠さず話すとこはやっぱグリフらしいっすね。これ2だよな、どうなってくるんすかね。
姉が死んだのは同僚の青年が起こした独断行動のせい。少女が知ったあの日から季節は巡りました。町を行進する軍人たち、つつましくも勇ましい兵士のパレードは、彼らに守られた人々に勇気を与えます。憧憬の眼差しに包まれ、堂々と進む一団。後列の青年もまた、誇らしい部下たちと道を歩み続けていましたが、不審者が現れたのでしょうか。沿道に配備された警備兵たちが騒ぎ出します。応援に集まる黒山の人だかり。そこから飛び出したのは、あの少女でした。警備兵の重心を鞘に入ったナイフで跳ね上げ、抜かれそうな剣をかかとで封じ、数の利など何の意味もありません。彼女はまっすぐに伸びる数十人の腕をかいくぐると、誰よりも軽やかな身のこなしで青年の前へ踊り出たのです。迎撃態勢を取ろうとする部隊より早く、少女はギラついたナイフを抜きました。姉さんの仇だ。突きつけられる怒りの刃。しかし青年は見白ぎ一つしません。湖面のような静かな瞳で彼女を見つめ返します。まるで美しい刃を受け入れるかのように。動揺した少女の指が握るつかが震えます。あと少しで刃が青年の体に届くというところで、少女はそれ以上手を動かすことができなくなったのです。青年はナイフを一別すると、わずかに眉を潜めました。このナイフに何度も守られたのに、僕は。蘇る姉の言葉。これは仲間を守るためにある。ねだっても譲ってくれなかった輝く勲章。彼女が守りたかったもの、それこそが。追憶は唐突に弾けます。警備兵に肩をつかまれた少女は引きずり倒されそうになりました。その時、大丈夫、知り合いだ。戸惑う彼女に考えるいとまも与えず、彼はそっと小さな背を押しました。パレードの外へ、関わりのないところへ。気をつけて帰りなさい。あの頃のまま、優しい声で。まあ、こうなってしまったか。まあ、無理もないか。これがでも、次か。グリはでももう、まあ、ここでやられても本当に受け入れたんだろうね。少女がパレード中の青年を襲撃した事件。それは、少女は青年の熱心なファンだったという噂にとどまり、大事にはなりませんでした。そして季節は巡ります。すべてを押し流すような土砂降りの雨。あいにくの天気の中、入隊式が行われていました。隊長である青年に名前を読み上げられた新隊員たちは、雨の轟音にも負けず声を張り上げます。その中にはあの少女の姿もありました。青年は彼女の鋭い視線を受け止めた後に、覚悟したように目を閉じました。式を終えても雨は降り続いていました。いつかを追憶するように外を眺める青年、その体に
刃が突きつけられます。やはりあの少女でした。まるで驚かない青年に少女の苛立ちは募ります。しかしどうしても伝えなければなりません。軍学校で彼について調べ上げたこと、隊長のくせに弱腰で多くの撤退命令を出していることから臆病者と揶揄されていること、けれどそれは仲間を死なせないための策。青年とならばどんな戦地にでも赴く、そういう仲間がたくさんいるとも。握りしめたナイフを震わせながら少女は青年をねめ上げます。忘れるな、今のお前は姉さんたちの屍の上に立っていること。溢れそうになる悔しさを押し殺し、少女は刃を下ろしました。そのかすかなおえつが届いたのでしょうか。思い詰めた顔で青年はうなずきます。けれどどんなに真摯な態度でも、どんなに温かな時間を過ごしたとしても、あの眩しくて優しくて憧れだった姉を死なせた人を許せるでしょうか。いつかあの日のような晴れやかな心が戻る日が来て、悲しみが癒えることはあるのでしょうか。降り続く雨に果てがあると信じられるでしょうか。答えのありかは分かりません。手の中にあるナイフは重く、少女にはまだ大きいのです。それでも姉が仲間を守るために使った刃を、妹の自分が憎しみの血で汚すことの方が許されないことのように思えたから、少女は前を向こうと決めました。そうか、これがまあ答えだったわけっすよね。いいなあ、いい話だったなあ。なんか続きが見てみたいお話の一つですね、これ。というわけで、グリフの、イベントストーリーだったんですけど、いや、だいぶ良かったっすね。では、あれですね。あ、そうか、見て。だいたい、まあ、一緒なんだ。あ、いや、ママズキン。狼よ、かわいい。ママズキンですと。あ、しかも、なに、これも、今回はあれです。気前いいっすね、めちゃくちゃ。あ、すごい。天命石は何？あれ、これあったっけ、今まで。新しいやつなのかな。天命石、へえ。そういう感じみたいですね。おお、何やら新しい趣がございますけれども、まあ、例によってハードベリハーと進めてって、最後図鑑見て終わりたいと思います。いや、よかった、めっちゃ好きだわ。なんか毎回言ってるかもしれないですけど、本当にめっちゃ好きだからしょうがないんだよな。さて、というわけでグリフ見ていきたいと思います。僕にとってのそれは仲間の無事だ。みんなが生きて帰ってきてくれるのなら他には何もいらない。そう願うことは許されないのかもしれないけれど、はあ、切ないな。全軍を指揮して誰一人傷つくことなく戦争を終わらせる、そんな指揮官になりたいんだ。夢物語かもしれないけど僕は本気だよ。
会長。おしゃれだな。なんかこのポーズがいいですね。このいざなう感じで。うん。というわけで、グリフのお話でした。結構好きな感じでしたね。なかなか思うところがある、話でした。というわけで、この辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。お疲れ様です。